こんにちは。今回は2205宇宙戦艦ヤマトの、リメイクニューストーリーの方をね語っていきたいと思うんですけども、前半の方はねもう皆さんスクリーンで見たと思いますが、あのデスラー総統の危機に地球から宇宙戦艦ヤマトをはじめとするですねクルーが謀反を起こしてまで友情のために駆けつけたわけですよね。でこの新たなる旅立ち、そしてヤマトよ永遠に、これはですね、実はね前半の新たなる旅立ちはデスラーがものすごく際立っていたんですけども、前作ではヤマトよ永遠にで、デスラーが出てこないんですよね。で今回は、新たなる旅立ちをリメイクしてちょっとヤマトよ永遠にもちょっと匂わしたような感じプラス、宇宙戦艦ヤマト3テレビバージョンのボラー連邦との確執もね描いたような形になってるわけなんですけども、どちらにしてもねデスラーがものすごくいい役をやるっていうかね、もうおよそデスラーの主人公とも言えるようなストーリーだったんじゃないかなと思うんですよ。特にねずっと地球に敵対して、そして宇宙にその軍事力を広大な軍事力を広めてきたデスラーが自動惑星ゴルバに突っ込んでね私ごと撃てと叫ぶところ、なんとも胸をえぐるじゃないですか。これは旧作でもなかなかの迫力でですね、私たちの心にデスラーって本当すごい人だなと、確かに地球の敵ではあって憎んでも憎み余るような地球人類の仇ではあったのに、でも祖国を守る気持ちは一緒じゃないかっていうふうに共感した覚えがあるんですよね。で今回はそのデスラーが後半に入るわけですけども、これからスターシャーとの別れもあるかもしれない。でスターシャーを授かり、サーシャーを授かりですね、その他ガミラスとの別れに続きイスカンダルとの別れとかね、そういうことがあって、そしてサラスト神で力強く宇宙に旅立っていくところなのかなと思います。確かにね今回、そのデスラーのあまりにも悲惨すぎるそのストーリーに、もしかしたらリメイク版でスターシャーは何らかの形で救われて、で旧作ではね古代マモルとの間にサーシャができたという形で、古代マモルはそのまま地球に帰りヤマトエトワニで地球防衛軍の幹部として、戦い戦死するという場面がありましたけども、今回はもうすでにマモルがいないんでですね、もしかしたらスターシャーとデスラーの何らかの心の触れ合いというかロマンスがあるのかもしれないなと思いますけど、まあないでしょうねやっぱここはね。そして、ヤマトエトワニに入っていくとイスカンダルで唯一生き残ったサーシャがですね、デザレームの中で自爆回路のボタンを押す、そこに宇宙戦艦ヤマトが波動砲を撃つみたいな感じで、本当に苦しいね代償を支払ってデザレームを倒し、二重銀河の崩壊にヤマトがつなげるわけなんですけども、今回もね似たようなストーリーでいくんではないかなと思いますが、とりあえずは宇宙戦艦ヤマトの新たなる旅立ち、これを後半スターシャーで私たちは見ることができるのかなと思うと、結末はデスラーと古代の和解というところでラストシーンを迎え、ガミラスも亡くなりスターシャー、そして、なんですかね、イスカンダルももうないというね、そういうところから、ただ暗黒星団帝国というふうなね、今で言うとそのデザリアム、これが次回地球に襲ってくることを匂わせながらのラストになるんではないかなと思うんですよね。なんかね今回ね来たのが結構いい役をしてますよね。なんか新入社員というよりも2年目社員か3年目社員ぐらいの役割で、ドモンはじめとする新入社員に、結構リーダー格としてですね迫っているところと、本当に来たのは前作では結構優秀なんだけどもドジな役っていうね、ちょっとこう頭でっかちなところを演じていたんですけども、不器用なところを演じたんですけども、今回は結構本当エリート中のエリートをずっとやってますよね。人格的にもそうですし、ちょっとひょうきんなところとかね。でどうなんですかね、パンツ1枚で走るシーンっていうのは時代にそぐわないのかなと思いますけども、ああいう体罰的なものはね。それから気になるのはね山並艦長なんですよ。今回は、ある程度のところまでしか出てこないと思うんですけども、前作のヤマトよ永遠にでは沖田艦長が戦死して、そして土方さんも戦死して、まるでね山並艦長はこの沖田さんと
土方さんを足して2で割ったような中間みたいな顔で出てきたわけなんですけども、今回全然違う出立ちと性格ですよね。どっちかっていうと3枚目みたいな役で、出てきてですね、でアンドロメダの艦長としてアンタレスを率いて、そして宇宙船ガイマトのヤマトヤトワニではヤマトの艦長として、まあその任に就くのかなというふうに思うわけなんですけども、さあ果たしてどうなるでしょうね。まあいろいろと思うところは尽きないんですけども、まあ、あんまり想像しすぎるとね、まあ、本編とのギャップにちょっと頬を噛むこともあるかもしれませんので、まあ、前作の思いを柔らかく包んだまんま、このまんまの気持ちで2月の公開を迎えようかと思いますね。それまでいろんな宇宙船ガイマトのストーリーのなんか予測とかは多分ね、いろんな方が語られるかもしれませんし、 YouTube でも出るかもしれませんけども、あえてそういうのを見ずに予測はほどほどにしてですね、あるがままの体でぶつかっていこうかなと思います。というところですかね。まあでもね、今回、その悪空間とか異次元ってものがかなり際立ってくるのかなと。デザリアムっていうのはおそらく、高次元からこの三次元宇宙にやってきた、まあ異次元のね、なんかこう、国家なんじゃないかなと思うわけですよ。その辺結構複雑に織り込んであるのかなと。でなんかパラレルワールドみたいになっている宇宙戦艦との誕生編ってのがあるじゃないですか。なんかユキが行方不明になって、でなんか尻切れみたいな感じで終わるやつね。多分あそこにつなげていくんじゃなかろうかと思うんですよ。でちなみにね、アクエリアスアルゴリズムね、入手しました。こちらの方もしっかり読んで2205の方につなげていこうかと思います、ね、こちらぶっといですけども、しっかり気合い入れてね、この年末年始で読んでおこうと思います。それでは。